悪魔の星の第一部となった両親の問題が掲載されたイフシ1953年9月号、ジェームズ・ベンジャミン・グリッシュはアメリカの SF 作家である、ウィリアム・アセリング・ジュニアの名で SF 評論家としても活動した。オリジナル作品では宇宙都市シリーズが代表作であるほか、悪魔の星が1959年のヒュー号賞を受賞している。 1968年には代表作の一つ、黒い復活祭が出版された。1970年にはその続編、審判の翌日を書いている。ニュージャージー州、イーストオレンジ生まれ。1930年代末から1940年代初めに、かけてはフューチャリアンズに属していた。ラトガース大学とコロンビア大学で生物学を学ぶ。 1939年から SF 小説を発表。徴兵により1942年から1944年まで陸軍医学研究所で働くことになるが、軍隊生活が合わず、掃除の命令に従わなかったことで問題になり、除隊。その後は SF だけでなく歌や評論等の執筆を行う。また、製薬会社のファイザー社宣伝部のサイエンスエディタとなって、 収入を得たが、経済的には苦しい日が続いた。木星型惑星をガスジャイアントと命名したのはブリッシュであり、ジュディス・メリルのアンソロジー・ビヨンド、ヒューマン圏に掲載された太陽神経層でのことである。なお、この作品が最初に発表されたのは1941年のことだが、その際にはこの用語は使っておらず、1952年の アンソロジー向けに書き換えた際に初めて使っている。ブリッシュは1947年から1963年まで、判件代理人のバージニアキットと結婚していた。1962年から1968年、ブリッシュはタバコ協会で働いていた。1967年から肺がんで亡くなる1975年まで、SF テレビドラマ、 宇宙大作戦のノベライゼーションを多数手掛け、それまでより多くの人気やファンレターを得た。亡くなるまでに11巻の短編集を出版している。12巻目を執筆中に亡くなり、妻の J.A. ローレンスが完成させた。1970年にはシリーズ初の大人向けオリジナル小説、20人間スポックを書いた。1960年代中頃まで、 マサチューセッツ州ミルフォードにあるアロヘッドと呼ばれる有名な家に住んでいた。1968年にはイングランドに移住し、1975年にヘンリー・オン・テムズで亡くなるまでオックスフォードに住んだ。オックスフォードにある墓はケネス・グレアムの墓の近くにある。ブリッシュの最も有名な作品が宇宙都市シリーズでアスタウンディング誌に連載された。4つの長編小説の1作目。 宇宙例でシリーズの基本的枠組みが示されており、シリーズの根幹となる二つのアイデアが登場している。一つは、功労化薬アスコマイシンで、それを開発したフィッツナー社は明らかにブリッシュが働いていたファイザー社を意味している。二つ目は、スピンディジーという反重力機関の開発である。この機関は浮上させる対象が大きいほど効率が良くなるため、 都市全体が地球から去って宇宙へと旅立ち、テクノロジーの比較的発達していない星で仕事を探しつつ旅をすることになる。生漢旅行は非常に時間がかかるため寿命を延ばすアスコマイシンは必須だった。宇宙霊はマッカーシズム時代によく見られたディストピア小説である。二作目の星屑の彼方へは冬都市における少年の成長物語である。 三作目の地球人よ、故郷に帰れは、裕都市となったニューヨーク市の冒険を描いたもので、後にアメリカ SF ファンタジー作家協会により、ネビュラ紹介シーズンのベスト中長編の一つに選ばれた。シリーズ最後を飾る四作目の地の外科で、ブリッシュは宇宙の終わりを期限4004年に設定した。宇宙都市シリーズは1979年に映画化が、 進行していたが、結局実現しなかった。なお、執筆順は上述した物語の順序とは異なり、地球人よ、故郷に帰れが最初である。ゼイシャルハブスターズ、宇宙霊エイライフホーザスターズ、星屑の彼方へ、アースムナン、カムホーム、地球人よ、故郷に帰れ、ザトライアンフオブタイム、字の外科。ありがとうございます。